続きまして長谷川健太市議監督からご挨拶をお願いします。長谷川です。よろしくお願いします。まずは小西社長、山口 GF、 こういう、私に名古屋の監督をこういうチャンスを与えてくださったことに感謝したいというふうに思ってますし、名古屋に関わるファミリーの、まあ、もちろんサポーターの方を含めてですね、全ての方々に感謝したいというふうに思ってます。皆さんの期待に応えるという部分がですね、私に課せられた責務だというふうに思ってますので、今までの経験という部分を全て取り込んで、2010年以来のリーグチャンピオンというところを目指してですね、もちろん強化チーム一体となって戦っていきたいというふうに思っています。皆さんよろしくお願いします。はい、まあ、11月の頭に地区を辞任してということで、まあ、次、どうしようかということで悩んでいる中で、本当に何チームか非常に熱い誘いをいただいた、まあ、そういう中で、名古屋さんからもオファーをいただいてということで、名古屋というチームは一度指揮をしてみたいというクラブの一つであったので、山口 GM の方から話をいただいた時には、本当に俺でいいですかということで電話口で言ったのを覚えてますし、まあ、他のチームとの兼ね合いもあるんで即答というわけにはいかなかったんですが、もう喜んで受けさせていただきますという返事をさせてもらいました。2010年、先ほども話をしましたが、名古屋が優勝、初優勝リーグ戦にした時シーズンだというふうに思いますが、夏ぐらいまで清水エスパルスを私、指揮をしてまして、夏まではエスパルスが首位だったんですね。で、秋口に名古屋に抜かれて、そのまま名古屋に、独走されたというシーズンで、あの時日本平で、まあ、名古屋に5対1で負けたんですが、もう、ケネディだったり、トゥーリオだったり、マスカーだったりと、名古屋山脈と言われた、本当にこうパワーサッカーに圧倒されるというところで、まあ、非常にその2010シーズンのイメージが強い。もちろん同じ東海のチームだったので、非常に昔から、対戦もしてました。そういう意味で、もちろんトヨタさんが、親会社で、ずっとやられているということも知ってましたし、一度はこのチームを監督をしてみたいなというふうに思っていたチーム ではあったので、そういう意味では本当に声をかけてくださったという部分に関しては非常に感謝しています。はい、もう先ほど小西社長の方からも、ストロングという部分はそのままというところで、変えるべきところは変えているということで、当然私を選んでくださったというふうに思いますので、前任の真下監督が、のストロングである守備というところはやっぱりいいところを残しながら、あと攻撃という部分に関しては、昨シーズン44得点という意味で、一昨シーズンも45得点ということで、やっぱり得点が50点以上ないとリーグチャンピオンというところに手が届かないというふうに思いますので、攻撃力というところをさらに上げていきたいなというふうに。そうですね、まあ、どちらかといったらもうアグレッシブに前からどんどん動いていくいろんな戦い方をしますので、その辺のメリハリというところは私の戦い方今まで同様ですね、行くときは行くと、まあ、構えるときは構えるというようなやり方で、名古屋も戦っていきたいというふうに思っています。そうですね、まあ、具体的に言うとなかなか難しいと思いますが、もっともっとこう、なんていうんですかね、選手がの動きがあるというか、一つでのプレーで言うと、もう少し飛び出すようなプレーというのがもっともっと増えてくると、見ていてもダイナミックなサッカーになってくると思いますし、得点という部分も増えてくるというふうに思いますので、もっともっと動きのあるようなサッカーというところを目指してやっていきたいと。そうですね、まあ、自分自身では、まあ、ぶれないであったりとか熱量、熱さというところは大事にしてやっていきたいなというふうに思っています。
はい、私が言う前にもう山口 GM の方が動いて、ケンさんこれできますんでということで、まあ、非常にこう、積極的にいろいろ動いてくださって非常に心強く思っています。はい、どちらかというとこの選手欲しい、あの選手欲しいっていうタイプの監督ではないので、現状いる選手を見極めて、いい選手であれば、今までの実績等々関係なくですね、自分の目を信じて起用していきたいというふうに思っています。若手を育てるというよりは、若手にもチャンスは頑張っている選手に与えたいというふうに思っています。そこでチャンスをものにできるかどうかはその選手の力だというふうに思いますので、育てるというよりも、先ほど言ったように力のある選手、誰でもやっぱり試合に出れるというような環境づくりをしていきたいというふうに思います。名古屋のサポーターも非常に素晴らしい応援をしているチームだなと、アウェーチームの監督として感じているチームでありますので、非常に、今コロナ禍という時期でなかなか声を出しての声援というのはできないというふうに思いますけど、それが落ち着いて本当にこのトヨタスタジアム、素晴らしいスタジアムで名古屋のサポーターが気持ちよく声を出している中での試合という部分を今シーズンやれるのを楽しみにしていきたいなというふうに思っています。はい、もうこれはもうどのチームでも言ってるんですが、自分が就任したという部分に関して言うと、それを優勝というところを期待されて、託されているというふうに思っていますので、リーグチャンピオン、各チャンピオンを目指して戦っていきたいというふうに思っています。はい、昨シーズンと大きくメンバー変わらないというふうに思いますので、選手自体の特徴、チームの特徴とそんなに大きく変わらないんじゃないかなというふうに思ってますが、先ほど言ったように得点力を上げなければいけないので、そのためのトレーニングであったりとか施策というのはやっていきたいなというふうに思います。自分に何ができるかって言ったら、やれることは限られているので、ただそれを評価されて今回監督として呼ばれたというふうに思ってますので、自分のストロングというところをこの名古屋でも全面的に出していきたいというふうに思っています。やれないことはやるつもりはないです。はい、先ほど攻撃のダイナミックさというところはアプローチをしていきたいというふうに思います。守備に関してはもちろん、マッシモ監督とは、戦い方というのは若干守備の仕方と異なるので、そこは選手たちに理解してもらえるといけないというふうに思っていますが、攻撃のもっと動きというふうに関してはもともと要求はしていきたいというふうに思っていますし、それができる選手をチョイスしていきたいというふうに思っています。トレーニングは 100% でやってもらいたいというふうに思っています。それだけです。実際にトレーニング見てないので、いろいろ話は聞いてますが、憶測で話はすることができないというふうに思いますので、自分の自身の目で見てしっかりとそれぞれの選手のプレーションというのを見極めていきたいというふうに思います。やっぱ風間監督の時とフィカデンティマシモの時とはサッカーが違うので、どこがという部分は難しいというふうに思います。そうですね、川崎が弱くなってくることはしないかなという、昨シーズンはそのぐらい強いチームでしたので、東京もやっぱりクラシコといって非常にこう川崎とライバル視されるようなチームでしたが、最後の1試合だけ五分に戦えたかなというふうに思いますが、それ以外はほぼほぼポテパにやられたので、ただ名古屋さんは非常にこう川崎と相性がよく非常にいい戦いをしてたという印象がありますので、名古屋というチームが持っている運にですね、自分自身に助け乗っかっていければというふうに思っています。はい、名古屋という町に住んだことはないですし、あまりこう食べ歩いたという印象もないので、非常に楽しみにしています。またこう今までこうざっくりとしたエビフライとか手羽先とかひつまぶしとか、名古屋コーチンだったりとかっていうような、それ以外のやっぱりこう名古屋のきしめんもありますよね。いろんなこう
食に関して、まあ、大阪でも楽しみにしていたんですが、名古屋の地元のそういう食べ物というのは、多分いろんなたくさんあると思いますので、そういった名古屋さんというのは楽しみにしていきたいなというふうに思っています。でも絶対勝つんだと、優勝するというような気持ちを持っているところだと思います。そうですね、まあ、大阪でも優勝しましたし、東京でも、まあ、2019年もう一歩のところで最後ひっくり、その手前でひっくり返されましたが、最後のところ取れるかどうかっていうのはまた別として、そこまで持ってくるというイメージは自分の中でどういうチームを作ればいけるのかっていうのはありますので、まあ、清水時代も、先ほど言ったように、1位でずっと戦っているというシーズンが、数シーズンありましたので、あとはもうそこは、フロントとやっぱり、どれだけこう、いろんな情報を共有しながら、やっぱりサポートしていただいてということも必要になるというふうに思いますし、もう一歩という部分に関しては本当に運も実力のうちだというふうに思いますので、そこまで持っていければまた名古屋というチームに風が吹くんではないかなというふうに思っています。それをやりだすと多分試合時間、キックオフ時間になってしまいますので、あまりこう気にせずにやっていこうというふうに思いますが、まあ、やっぱりそのどの指揮官もいろんな自分なりの、なんですかね、ルーティーンみたいなのがあるんではないかなというふうに思います。よろしくお願いします。もう56歳ですけどね。どうなんですかね、私なりにその得点を上げるためのトレーニングっていう部分では取り組んでいるつもりなんですが、まあ、まずはやっぱりこうシュートの技術というところを、まあ、特に前線の選手に上げてもらいたいなというふうに思ってます。昨シーズンのトップスコアラーが稲垣の発展というのはちょっと寂しいなというふうに思いますので、前線、まあ、もちろんサイドの選手含めてですが、やっぱり10点2桁以上を取るような選手が2、3人いないと50点以上というのもなかなか達成することが難しいというふうに思いますので、チームとしてのもちろん形もありますし、その個人の感覚という部分を磨くようなトレーニングをしていきたいというふうに思います。まあ、やっぱり自分自身は非常にこうインテンシティの高い、そういうアグレッシブなサッカーというのをずっと志向していて、そういうイメージのサッカーができるようになれば、必ず、優勝争いしてできるようなチームになるというふうに思いますので、まあ、口で言うのは難しいんですが、今までもそういうことでずっとトレーニングからやってきてますので、名古屋でも継続しながらやっていきたいというふうに思ってますし、プラスその名古屋の今いる現状の選手たちの特徴という部分をチームにうまくプラスアルファしていきたいなというふうに思っています。いつのことなんですが、まあ、大体キャンプを見てキャプテンを決めていくので、今シーズンもトレーニングを始めてキャンプ終わった時点でどの選手がキャプテンに、まあ、ふさわしいというかね、このチームをまた持ってもらいたいという選手が、自分の中でしっかり決まればですね、その選手に伝えていきたいというふうに思います。家族ではないんですが、まあ、先ほど言ったように、東海道という意味では東京で、静岡で、大阪でということで、すごいですね、名古屋もというところでは、まあ、知人なんかから言いました。パッと今頭に浮かんだのが、もう熱という、やっぱり熱いサッカーをしていきたいというふうに思ってます。そういうサッカーを見て皆さんが熱くなって、一回として喜んでいただければと思います。はい、あると思います。昨シーズンのトップ10は、まあ、サッカー専門のさんの記者さんなら分かっていると思いますが、飛び出してからの得点というのはほぼほぼなかったんですよね。まあ、本当に1点か2点ぐらいで、あとはもうクロスがほとんど多いという部分とセットプレーという部分が多かったというふうに思いますので、もっとこう背後へ抜け出して、でそういう動きがないわけではなくて、やっぱチームとして共有してないという部分があって、動きはあるんですけど、そこを使わないがためにだんだんこう止まってきて、
まあ、もちろんその監督のそれぞれの監督のやり方があるのであまりこうくさびを入れたりとか、まあ真ん中で中央へのパスというのを多投すると、逆にそこを引っ掛けられて相手のカウンターを食らったりするのでどっちかというと外回しのサッカーが、多くなってくるとそうなるとやっぱりサイドからのクロスが多くなってそういう形の得点が増える、まあ、あとはセットプレーも増えてという形になっていくというふうに思うんですがもっともっとその、ゴールに直結するような動きを使うような、そういうゴールというところをもっと増やしていけば逆にその外からのサイドからのクロスで、というのは非常にこう長けた選手というのは何人もいるというふうに思いますので、逆にそれをしっかりと中で合わせるという部分がプラスされれば先ほど言った40、まあ、昨シーズンは38試合だったので38試合で44点というのはちょっと寂しすぎるというふうに思いますのでそこを50点以上取れるようなチーム、まあ、34試合ですけどなってくると優勝に絡んでいくことができるのではないかなというふうに思っています。はい、先ほども言いましたがこの素晴らしいスタジアムで素晴らしいサポーターの方で非常に熱い応援すると、やっぱり昨シーズン、一昨シーズンですかね無冠の試合というのも何試合か東京でやりましたけどまあやっぱりサポーターってのやっぱりサッカーの試合、J リーグの試合だなと改めて感じたので本当にこの素晴らしいサポーターの、まあ、両チームですけど方がたくさんやっぱスタジアムに入っていただいてその中で熱い試合を我々がやるとそれがやっぱり J リーグだというふうに思います。それがサッカーだというふうに思いますので、まあ昨シーズンリーグナンバーワンの環境通りというのは本当に素晴らしいことだというふうに思いますしそういう素晴らしいチームの指揮ができるというのは非常に光栄に思っています。はい、代表選手にはもう一人でも多く入ってほしいというふうに思っています。ただ、今代表に入っている選手がそのままじゃあレギュラー当確かと言ったらそうではないというふうに思いますので本当にスタートラインはみんな一緒だというふうに思っていますのでそこで奪った選手がまた逆に代表に呼ばれたりするというふうに思いますので最終的に名古屋から一人でも多くの選手が代表に入れるような成績をまず残していかなければいけないというふうに思っています。が皆さんにお伺いします。特に改めてはないですね。まあ、打診した時からあまり話は変わってないと思いますしまたちょっと、質問とは違うかもしれないですけど、まあ、ちょうど小田島さんが先ほど言ったので、まあ、世代交代という言葉がボンって出てますけど私は世代交代を推し進めてきた一言も言ってなくて上昇チームを作りたいって言って、でそれを任せられるのは長谷川監督だというところで上昇チームを作るには当然、いろんなね、入れ替わりが出て必要になってくるので長い期間をね非常に高いレベルで、チーム力を上げていかないといけないということです。で先ほど長谷川監督がねまさしく言ってくれたのは、まあ、競争があるのは当然なのでそれは年齢いってる選手も若い選手もどちらが、練習から先ほど長谷川監督で 100% の練習をして、アピールするか戦いに勝つかというところだと思うのでそこに、年齢は関係ないと思いますしまあ、ただ、まあ、ああやって世代交代ってポンって出してくれたので、皆さんが、今頃多分、30近い選手たちは、山口ふざけんなと思いながら、見てろよと思ってくれてると思うので、それはそれでいいのかなと思いますし、まあ、そういう選手がやはり、まあ、練習が 100% やってくれれば、それに立ち向かう若い選手が出てくるでしょうし、まあ、それを弾き返す経験のある選手が出てきてくれる。まあ、そういう争いを、期待したいと思いますし、そういう争いを、してくれるのは、長谷川慎監督というふうに、思っていますので、ぜひとも世代交代使ってもらって構わないですけど、はい、意図は理解してください。それは当然だと思ってて、まあ、当然まあ、本当に長谷川監督は、この選手を絶対取ってくれるとか、そういうんじゃなくて、まあ、一応その今ずっと、クラブとしてやってきてて、まあ、ウィークであったりよりこういう選手が必要とか、まあ、入れ替わりが必要だっていうのがあって、
今補強を動いてて、でなおかつ当然、長谷川監督が外から見てた部分と中に入って、まあ、当然誤差というか、ね、いい意味での誤差も出るでしょうし、まあ、そういうのも、しっかりとキャンプで見極めてもらう、もしくはそのシーズン入ってからでも、まあ、よりそういう部分が出てくるので、まあ、それは常に、強化部としては、アンテナを張り巡らせて、まあ、常に動けるような状態にしておくと、まあ、あとは、お金の面で、小西社長がうなずいてくれるのを期待するしかないと思ってます。よろしくお願いします。ゴールと思います。まあ今、まあ、いろんな監督、外国の監督も入ってきて、まあ、J リーグも多様性というか、まあいろんなこうサッカーに揉まれている状況だというふうに思います。もちろんポジションのサッカーという部分は否定は全くしないですし、それも一つの戦い方ではあるというふうに思いますが、やっぱりゴールを目指さないサッカーはサッカーじゃないというふうに自分自身は思っていて、自分はやっぱりまあいろいろ言われるのは分かってはいますが、まあ、シンプルにやっぱりゴールを目指すのは自分自身のサッカーだというふうに思ってますので、そこはぶれずに戦っていきたいなというふうに思ってます。ただ、直線的にゴリゴリ力でっていうわけにはいかないので、やっぱりそこは、なんていうんですかね、違う方法という部分を持ち合わせながら、戦ってはいきたいというふうに思いますが、やっぱり取るか取られるかというのがサッカーの私は魅力だという自分自身は思っていますので、そういうゾクゾクするような試合を1試合でも多く、まあ、対戦相手もあるので、全てそういう試合にするというわけにはいかないですが、やっぱり切るか切られるかというような試合を1試合でも多くやりたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では補強カメラからお願いします。表情硬いですので笑顔でちょっと緊張しますね。カメラ見るぐらいの笑顔欲しいです。お願いします。ありがとうございます。見てください。バッチリです。ありがとうございます、はい、以上で本日の会見終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。